オルヌ川は、フランス北西部を流れる川。ノルマンディーにおいては、その長さと、流れからセーヌ川に次いで重要な河川である。オルヌは、アルジャンタンの平野部を流れ、アティスにおいては、花崗岩の険しい渓谷を行き、スイスノルマン地方では、頁岩と砂岩の美しい渓谷を刻む。カーンの町を流れ、暗渠化され、大きく豊かな生態系のある川口で、イギリス海峡に注ぐ。カーンの上流からアルジャンタンまでのオルヌ川を水路とする計画は、18世紀から19世紀初頭に提唱されていた。しかし、曳舟道を引くには大きな困難があった。川は所々浅いこと、巨大な岩の間を垂直に流れること、アンシャンレジー向きから多くの技術者を落胆させてきたためである。フランス革命の混乱が収まった後に、ロワール川流域へ運河を掘削する計画が再び持ち出されるが、1850年代の鉄道到来で河川をつなぐ野心的な計画は立ち消えとなった。オルヌ川河口は、その多くの面積が1984年と2003年に沿岸保護庁によって買収された。優れた自然環境は常に自然の力で再生されるが、それは同時に人間の活動によって脅かされるものだからである。川口では、アリウム・アルロセウム、ムスカリの一種レオポールディア・コモーサ、キジカクシカのオーニソガラム・アンブラタムなど、280種の植物が確認されている。アーティクル・デ・マックス、アンドレ・ブライアー、ガイド・デ・メルベイユーズ・ナチュレルス・デ・ラ・フランス、セレクション・ジュリーダーズ・ダイジェスト、1973、P366。ありがとうございます。